ジョン・アラン・ミーンズは、アメリカ合衆国カンザス州ジョンソン軍、オレーザ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のボルチモアオリオールズ所属。ガードナーエドガートン高等学校在学時の2011年、MLB ドラフト46巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名されたが、この時は契約せずにフォート・スコット・コミュニティ・カレッジへ、進学した。また、 高校時代のチームメイトにバッパスターリングがいる。ウェストバージニア大学在学時の2014年、MLB ドラフト11巡目で、ボルチモアオリオールズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・オリオールズで、プロデビュー。A-9 アバディーン・アイアン・バーッツでもプレーし、2球団合計で11試合に登板して1勝4敗、防御率3.46。 36奪三振を記録した。2015年は A 級デルマーバ・ショアバーズと A 級フレデリック・キーズでプレーし、2球団合計で27試合に先発登板して9勝11敗、防御率3.91、99奪三振を記録した。2016年は A 級フレデリックと A 級ボーイベーソックスでプレーし、 二球団合計で27試合に先発登板して9勝8敗、防御率3.70、105奪三振を記録した。2017年は A 級防イでプレーし、26試合に登板して9勝9敗、防御率4.11、124奪三振を記録した。2018年、マイナーでは、 a 級ボーイとトリプル a 級ノーフォークタイズでプレーし2球団合計で28試合に登板して7勝9敗、防御率3.72位、130奪三振を記録した。9月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし26日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは前日の1試合に登板のみだった。 2019年は4月初旬から先発ローテーションに定着した。前半戦は19試合に登板して7勝4敗、防御率2.50を記録し、オールスターに選出された。この年は31試合の登板で12勝11敗、防御率3.60、121奪三振、38死球、155投球回などを記録した。チームが、 シーズン108敗と苦しい中、唯一の二桁勝利だった。新人王の投票では、ヨルダン・アルバレスに次ぐ2位だった。2021年は、自身初めて開幕投手を務めた。5月5日のマリナーズ戦で、球団史上10回目、一人での達成は1969年の、ジム・パーマー以来となる、ノーヒットノーランを達成した。5月10日に、 自身初めて週刊 MVP を受賞した。2020年に父を亡くしている。ノーヒットノーランを達成した時には、今日は父があそこにいて、どんな球を投げればいいか教えてくれたと語っている。平均91.8マイルパーアワーのフォーシームに、チェンジアップ、スライダーといった変化球を交える。ありがとうございます。